さーてと頑張りましょうかね。みんちゃん、じいちゃん、みんちゃん、めぐちゃん。さっきよりは地味め、あ、こんばんはと。アップデートロビーの BGM に、あ、戻ったんですかね。この BGM 聞いてると、アーデッドバイ始めた頃思い出します。スリット、記念研究所か。あ、ロング見るとハントレス思い出します。ロング見ると思い出、あ、あらら、みんちゃん。とりあえず、我々、あ、ナースくん。どうだろう、ナースにうまいこと持っていければいいけど。持っていけないと辛いかもしれんな。あ、もぎりだ。一応もぎっとこう。パリポリパリポリ。そこの部屋入ってく。真ん中。ん？誰かもう見つかった。中央行くみたいだね、みんちゃん。私もこれもぎったら行くか。早い。鈍りかな。これでも記念研究室でぶったたくの早い系キラってやばい気がする。とりあえずスープバー温存しよう。私ちょっとはみ出しちゃったな。これぐらいかな ?4 秒ぐらい。久々ナースに記念研究所。ほんとね、ブリンクの練習してる系。あ、そうだ、解放だからいかんというか。いるね、近いね。奥かな、戻ってきてんだこれ。大丈夫かな、いたのかな、本当に戻ってきたかと思ったけど、向こうの方に流れてたんかな。ああ、みんちゃん、私の解放、私の解放、みんちゃん。この子も解放かしらね。やべえな、今回救出来る子がいるようだぜ。ちょっと頑張らんというかな、これ解放、解放するためにやられんようにせんというか、まずここやろ。なんか隅っこに寄ってったね、これ発電機。というかルインはあるんですかい。あ、こんばんは、初見ですと。こんばん、ハロウィンイベント早く来てほしいってね。血へどを吐くぐらい頑張らんといかんかもしれんけどね、ハロウィンイベントも。ガチナース、あ、なんだよ、あ、ガチかもしれんな、これ。あ、そこだ、もぎり巻いたかな、これ。あ、バレてんな、これバレてるーってね。言ったと思ったやろ。一瞬超えようかと思ったけど、ナースのブリンク的に超えるかと思ったからやめたんやん。ちょっと通ります、ちょっと戻ります。あ、バレた。足が聞こえたかな、足音。ブリンクしてきたか。もっさりしちゃったな。こっちでぶったたかれんようにせんとか。鈍りだけかしら。うん、ここあんまり意味ないな、窓枠。とりあえずルインからね、遠く離さんというか。おぶ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 、あぶにゃーい。ルインから離れられよ。もぎれ、誰かもぎれーって、ね、危ねえな、もうプリ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 、もぎられい、もぎられい、もぎられよ。楽しいね、ニプリだと楽しいね。距離感、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 掴ませるなーってな。危ない、危ない、やべ、ヘイト増してそう。めっちゃ怖い。来るか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 ーってね。ブリンクやめたらしい。ナースブリンクやめたってよ。これもうさ、私すごいことなっても、あれかすごいことなるかもしれない。もう激おこやで、これ。もぎったね、よかったね。一応私が打ち倒される前にもぎれればと。会話やりたかったな。
頑張ったな。初駅行くかな、そろそろ。みんなバラバラだから3つ同時に着くかな。とりあえず真ん中。あーば、危ないってね。よかったね。あ、こんばんは、初見です。どういうゲームなんですか？殺人鬼に追われるゲームですよ。なあ、その殺意が溜まっていくってね、もう私だけぶっ殺したいと思っても仕方ないよね。もうあんだけ やりきったからさ、私も私でさ。サンキュー。ヘイトがってね。あー、ナイスチェイス。めっちゃ見応えあるってね。距離感だよね。距離感とフェイントだね、ナンスは。本当ね、そこさえうまくできれば。特に今回2振りだったからね、あんだけね、いけたけども。そうじゃないとすぐですよ、あれ。3回、3振りだとすぐですよ。怖いってね、ほんと怖かった。ぶっ殺されると思ったもん。あー怖い。あ、もぎりだ。そしてユンユンさん、スーパーチャットありがとうございます。シロさん、皆様こんばんは。とナイスです。解放ギャンブレーと、ありがとうございます。ユンユンさん、スーパーチャットありがとうございます。いや、ちょっと解放がね、この試合ではいけませんでしたけど、あと1回は決めたいね、今日。もう一回頑張ろう。なあ、こいつは絶対許さんでね。一応、お許しがいただきたいようでね、何よりで。一応、もぎりも決めるか。発電機が一応1個いったんだね。多分ね、あと2つもぼちぼちいってるはずだから、まあまあ、いけるんじゃねえかな、なんて思うんだけどもね、これ。一応走っていこうかな。こっち発電機ないし、あ、そこある？おじいちゃん、あれ、地下室かい？宝箱宝箱、あ、あそこだ。一応対角線上気をつけて。もう解放も死んじゃったからね、あんまり気にせず行こうか。おじいちゃんが地下室入ってるからな。あ、救った？いや、ジジイが切られた。ジジイが地下で切られたかな。じいちゃんかな、あれ。きっとじいちゃんだよね。そうだよね。おじいちゃんって。あ、救った。ナイスー。プリ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 。近いっちゃね、これ。宝箱漁ってしまったがために。あ、開いてるよ、ここも。ないよ、中身。中身なんてなかったんや。こっちから入ろうかな。あ、地下じゃない。これ、散ってるかな？チリ？来ない。地下から一応這い出したんだね、おじいちゃん。これ、地下行ったらもう本当にね、あれかと思ったけども。一応助けましょうかね、おじいちゃん。早いね、今回。キャンセルされちゃったみたい。かわいい子、みんちゃんが。そっちに流れてんな。ナースーってね。まあ、私はあんま追いたくないやろうな私はあんま追いたくないだろうな。ちょっともう一人に任せよっか。多分私にあんま来たくないと思うからな。多分ナース君、最後に私がミスればいいターンを思うんだけど、ナース君的にあんま追いたくないと思うんだよ。泥沼になるから。へい、削り合いって合いだけど、削られるのは人間だけなのよ。そうだね。入れ替わりか。あ、ナース上だったらかっこいいよね。難しいね、ナースは。本当にね、知恵度を吐くぐらい、そのブリンク、まあ、どんな試合でも、どのマップでも、もうブリンク、100% 決めれるぐらい練習っても、相当大変よ。とりあえずやりきるか。あそこだ。あんまりブリンクしてこないからな、ナースくんが。頑張れ、リン、ミンちゃん。頑張れ、ミンちゃん。ここも回ってるか。奥がもうないのかな。着いたーって。あ、イエーイ、ツールボックス。ヒューって、ヒンゲット。あ、こっち来てんだ。ノーワンじゃないと思うんだけども。だろっか。まあ大丈夫かな。あ、走ってるな、そこ。頑張れ、みんちゃん。頑張れ、みんちゃん。逆側開いてるかな。欲張ってこっち開けようと思っちゃいかんかな。向こう行くべき。あ、走る走る。なんかでも見失ったかな、ナース君も。
やっぱ開けよ、こっち。どこだったかわからんくなっちゃった。どこだったかわからん。ノーワンじゃないといいけども。こっち開いてない、もう一個の方が開いてるから、多分そっちまで持ってってくれるんじゃないかって気がする。なんかメグちゃんすごい手、あ、ノーワンだよ。ノーワンでした。もぎてないもんな。一応ゲート両方開けとこう。いいよメグちゃん、昨日の旅人かわいいよ。そこだ、散ってるかな、こっち来るかな。もう一人はね、ゲート開けてだとした。ん？あ、出荷だ。脱出。品も回収して。脱出。あ、リンちゃん言うだろ今。そう、リンちゃんとミンちゃんね、似てるからさ、たまに間違えることある。リンちゃん、リンちゃん。あいつめんどくさいってね。うん、またあいつかってなりそう。サンブリだったらね、多分もうちょっと早かった、もっと早かった。全滅も視野に入った時2ブリだったから、1回目のブリンクは距離詰めるだけ、2回目で確実にぶったたくっていう方向性の2回目をミスらせればいいっていうね。まああとはナース君のブリンクの間合い内でちょろちょろしないがね、減速かっていうね、ところだったかもしれんと。あ、ノーワンレベル関係なくなったから増えると思ってね。うん、今回ノーワンのレア度1だったけども、まあ移動スピードがね、ちょっとレア度に応じて違うくらいで、そうそう、もうレア度関係なし、全部ワンパン。ナース君だとね、なんかノーワン入ってても移動スピードがそんなにもともと遅いから、気づかんのよね、本当に、ぶたたかれるまで。え、ノーワンだったのってね、あれではありますけど。チリ、チリってルインに、あ、血の追跡者か。で、ノーワンか。血の追跡者だったんだね。ブリンクの最大射程距離かなり増加。あ、精度がかなり減少するけど、距離伸ばし。さらに距離伸ばしてる。そこそこ増加。精度は下がる。精度が下がるけど距離が伸びてる。だからもう本当にブリンクの間合い内とかでチュルチュルしてたらやばかったかな。まあ距離伸びてるから、溜めて溜めて溜めていけば。でも私もあれか、一直線に逃げるって感じじゃなかったから見失うかもしれんから、まあ目にブリンクしないといけなかったのかな、すが。そうだね。3ぶりだったらね、もうちょっと違ったんだけど、そうか、距離伸ばしここだったからね。あんまり距離伸ばしても、2ぶりで追い詰めるの大変だもんね。うまく逃げれて本当良かったっていうね感じでございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。